こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見ている方はこんばんは。今日ですね、パンジービオラの種まき、いつがいいの、その答えということでね、お送りしていきたいと思います。今日はですね、口だけです。実演はしません。実演今度やりますんでね、今日の動画はもう何かしながら、聞き流していただければ OK です。ある程度ですね、種まきのことを分かっていただいた上で種まきをやっていただきたいので、まずはですね、概要っていうのを理解していただければなっていうふうに思います。パンジービオラね、種から育ったいっていう方なんかも、結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。LINE の方にもね、質問いくつか来てましたので、その回答っていうことでね、この動画今撮っているんですけども、まあ結論からいつも通りお話しすると、最高気温が23度ぐらいに落ち着いたらぜひやっていただければと思います。その理由なんですけども、パンジーとかビオラって発芽の適温っていうのが20度なんですよ。発芽温度が20度っていうことはね、最高気温が25度とか超えちゃうような日に、種まきをしてしまうと、まあ、発芽率がめちゃくちゃ落ちちゃったりとか、生育不良を起こしやすいんですね。なのでできればですね、本当は8月中にまきたいところなんですけども、9月の下旬っていうのが一番いいベストな時期っていうことになります。で、今日はね、前半で、まあ、なぜその気温が適切なのかっていうお話もうちょっと詳しくしていくのと、まあ、プロの方があとどんな風にやってるのか、そして後半は種まきのやり方、そしてポット上げ、そしてその後の育て方、これをちょっとねお話ししていきたいと思います。まずですね、なんで20度なのかっていうと、先ほども言った通り、発芽の適温がまあ20度なんですよ。まあ、23度ぐらいの最高気温になれば、20度ぐらいの温度を保ってくれる時期っていうのが結構ありますよね。なので、その時期に種まきをするっていうのが一番まあ自然の環境の中では OK です。で、最近のね、パンジービオラに関して言うと、秋咲いて冬、まあ、低温でもよく咲いてくれる品種っていうのがありますし、春も咲く。で、昔はもう摘心とかもしなきゃいけなかったし、間延びもよくしたし、冬場は咲かないし、春の花でしょみたいな感じだったんですけど、最近の品種に関して言うと、かなり優等生な品種が出てきています。ただ、まあ、咲くためにね、パンジービオラって実は低温が必要だったりとかするんですけども、その低温要求がない品種がかなり出てきています。で、寒い時期でもよく咲いてくれるよっていうのは、まあ、よく咲くスミレだったりとか、あとは、まあ、ビオラのモモカとかね、その辺、まあ、おすすめの品種なんで、まあ、よかったら種を買ってみていただけたらなっていうふうに思います。うちの方では種を扱っていないので、まあ、お近くのホームセンターさんとか、アマゾンとか、その辺で買っていただければなっていうふうに思います。で、プロの方なんですけども、まあ、8月に種まきするんですよ。で、どういうふうにやってるのかっていうと、まあ、8月に種まきをして、とにかくハウスの温度を下げる努力をしています。遮光もね、75% ぐらいの遮光率でやったりとか、まあ、いろんな風通しを良くして扇風機回しっぱなしにしたりとか、いろんな工夫してますね。あと山上げって言って日光のね、千畳ヶ原とか、そういったところに山上げをして、山上げっていうのはまあ涼しい場所に持っていくんですけど、そこで途中まで育てて下界に下ろしていくみたいなことをやってる方なんかもいらっしゃいます。で、埼玉方面、まあ暑い地域のね、生産者の方なんかはもう種まきしないでプラグ苗からもう購入して、そこからね作っているっていう方なんかもいらっしゃいますね。で、自分で種をまく方で自然開花を求めるのであれば、年内開花がちょっとねきついかなっていう感じなんですね。うまくいって12月ぐらいに開花して、そこから株が太ってくるっていうような状態です。そんなような形なので、まあ、秋からパンジービオラ楽しみたいという方はポット内買っていただいた方が早いですし、でもなんか自分でチャレンジしてみたいとかってあるじゃないですか。そういった場合にはぜひ種まきからチャレンジしていただければと思います。ではここからね、後半のお話に入っていこうと思うんですけども、後半ですね、種まきのやり方、そしてポット上げ、その後の育て方ということで、ざっくりと聞いていただければと思います。まずですね、種まきなんですけども、
1粒ずつ、まあね、1粒ずつプラグトレーで撒いていただいた方がいいと思います。これなんでかっていうと、ポット上げするときに根がね、ぐるぐるぐるってこう巻くんですけども、プラグの方がね、プラグトレーってあのホームセンターさんなんかでも売ってるんですけど、ちっちゃいね、あのつぶ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 っていう、穴の開いてるトレーがあるんですけども、その方が根の張りが良くて、なおかつ移植するときにすごい楽なんですよ。なので、ばらまきせずにですね、プラグトレーを使っていただくと、ちょっとプロの雰囲気もね、味わえるのでいいと思います。で、まずプラグトレーにですね、土を、種まき用の土を買ってきて、それをザーッと入れていただいて、敷いていただきます。で、そのプラグトレー自体は、ジャーッとね、水をまいていただいて、バッチリと湿らせてください。で、そこにですね、種を一粒ずつまいていくんですけども、覆土って言って、土を覆うって書くんですけど、パンジービオラって土をね、そんなにかけないんですよ。ちょっとした、穴を開けて、その穴の中に入れる。で、その穴の深さっていうのが5ミリ程度ですね。5ミリ程度。5ミリないぐらいでもいいぐらいです。パンジービオラの種っていうのは、光合成って言って、好む光の性質って書いて光合成って読むんですけど、光を好む種なんですよ。なので、基本的には覆土って言って、土をね、あんまり深く、かけちゃうと発芽しないんですね。なので、種をまいたら霧吹きでシュ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 っともうバッチリ湿らせていただいて、種自体も湿らせていただきます。で、新聞紙とかもね、覆わないで、そのまま明るい日陰に置いてください。明るい日陰で毎日ね、土が乾かないように霧吹きをしてあげてください。そうすると9月の下旬とか10月の頭ぐらいに種まきしたものっていうのは順調にですね、発芽をしていってくれます。で、発芽したもの、肥料とかは一切あげないです。発芽して葉っぱが6枚ぐらいになったら、ポット苗の方に移植する、ポットに移植するっていう作業をしていくんですけども、まあ、ピンセットね、100均とかで買ってきていただいて、ピンセットでね、こうつまんで上に上げるっていう感じですね。そんなような形でやっていただけるといいかなっていうふうに思います。で、ポット苗の方は、大きさはね、プロの方はね、3.5 寸って言って 10.5 センチのポットでね、大きめにこう作るんですけども、まあ、初めてやられる方とか、あんまり慣れてないっていう方は、ポット上げに関しては、3寸ポット、9センチのポットですね。そのポットを使っていただけるといいと思います。で、土なんですけども、まあ、水はけのいいね、培養土で大丈夫です。20リッターで1000円以上の培養土を使っていただいて、いい土をね、使わないとパンジービオラ、生育悪くなっちゃいますんで、いい土を使ってください。それもね、しっかりと湿らせていただいて、湿り加減は、ギュッお団子を握った時に手を離したらボロボロって崩れるぐらい、それぐらいの湿り加減で土をポットの中に入れていただいて、で真ん中に穴を開けていただいて、その中にプラグトレーから抜いたものをスポッと入れていただける。でそれだけで OK です。であとキュッキュッキュッってやって、終了で、1週間ぐらいね、まあ1週間から10日ぐらいはちょっと日陰のところで養生させてあげる、養生させてあげるね。で、プラグ苗を、ポット上げするのは葉っぱが6枚ぐらいになってからですね。で、それでプラ、ポット上げをして日陰に10日間置く。で、その後ですね、日向に出すんですけども、日向に出した時にぜひ肥料をあげていただきたいんですね。まあうちの扱っているものだとプロが使う基本肥料っていうのがあるので、それでティースプーン3分の1ぐらいを株から離したところに肥料をバラバラっと与えていただけるといいかなっていうふうに思います。で、ポット上げしたものに関しては水やりをしなきゃいけないわけですけども、土の表面が乾いたらかけるっていう感じなんですが、これ実はですね、プロの方はワイカ剤っていうね、ホルモン剤を使う方なんかもいらっしゃるんですけども、この時期ですね、非常にですね、伸びやすいんですね、暖かい時期が続くので。なので水やりでね、背丈を縮めることができるんですよ。ここ裏技なんですけども、ポットの半分ぐらいが湿る程度のシャワーを与える、これですね、シュワ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 ぐらいな感じの水やりを、ハウスの中だとね、1日にね3回ぐらいに分けて皆さん水やりをしています。結構手間をかけてるんですね。でこれね、しっかりたっぷりやる水やりでも全然育つんですけども、その場合にはワイカ剤っていうものを使った方がいいです。そうしないと間延びしちゃうんですよね。
で、パンジーだとやっぱりね、株元がグラグラする、グラグラしたものが出来上がっちゃうので、やっぱりね、初心者の方はビオラからスタートしていただけるといいかなっていうふうに思います。で、摘心なんかもする必要なく、最近の品種はですね、もりもりと育っていってくれますので、そんなような流れでやっていただければいいかなっていうふうに思います。で、気温がぐーっと下がってくる、10月、11月ぐらいになると根もしっかりと張りますので、水もたっぷり与えられるっていうような状態です。で、最後になりましたけども、種をまいてからポット上げするまで、だいたい1ヶ月ぐらいで6枚葉、出てくるようになりますので、だいたいね、9月の末とか10月頭にまいたらば、11月にはポット上げできる。で、ポット上げしてから2ヶ月ぐらいで、お庭に植えれるぐらいの生育に育ってくれると思います。ということでね、今日は、パンジーの種まきから、ポット上げ、そして、花壇に移植するまでのポットでの生育のお話をさせていただきました。ぜひですね、次回ね、僕の方で、実演、これをね、動画の方に撮りたいと思いますので、期待して待っていてください。ということでね、ここまでのお話の中で、種まいたんだけどね、こんな感じとか、こんな風にやってるんだけど、どうやってやったらいいのとか、そういうのがね、ありましたらば、ぜひですね、LINE の方で僕の方に直接質問いただければと思います。概要欄のところにリンクは貼ってありますので、そこからポチッと登録してみてください。あとね、この動画見ていただいて面白かったとか役に立ったっていうことであれば、ぜひ高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでね、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。また明日の夜8時にお会いしましょう。さよなら。